週後半は選手のコメントとともに振り返る。まずは忘れられないクラッシュから。さあ、 D1 に限らずドリフトといえばつきものはクラッシュ。中でもね、私は思い出深いクラッシュが一つあるですよ。あれはね、いつの話だったか忘れましたが、オートポリス、タイヤにぶつかったことがあるとですよ。それはオートポリスでの上尾との対戦で起きた。まずは上尾勝弘、8億の前、そして後ろから野村健。さあどうだ、上尾が同時に野村、あーっと、リアタイヤが飛んだ。しかしそれでもドリフトそれでもドリフトしてる。リアタイヤが飛んだ。追走やってるのにもかかわらず、コース俺の前走ってるタイヤだけになったですね。それにぶつかったことが、これは一つ珍事件、思い出深かですよ。僕は宮城県なんで、あれはいつだったっけかな、スゴーのカートコースで、最終コーナーを立ち上がって1コーナーから審査なんですが、それを最終コーナーでなぜかクラッシュみたいな、あの人ですよ、あの人。今ではチーフジャッジを務める上本の選手時代のほろ苦い一発。どうやらクラッシュだ。これは皆さんブーイングでしょう。僕の今年の審査にちょっと関わるかもしれないですけど、やっぱ地元ということもあってよく覚えてます。僕のですね、一番激しかったというクラッシュは、やっぱりね、クラッシュよりも高さかなと思うんですよ。やっぱ高さが大事かなということで、高さといえば吉岡もいたんですけども、吉岡よりジャンプした宇都宮で、まだ記憶に新しいウッチー自画自賛の一発、ジャンプの高さに注目。見えない。ほら、乗り上げるだけでなく四輪ジャンプ。車内のウッチーの目には本来見えるはずのない向かいに立っているホテルグランパシフィックが見えたらしい。僕の中で一番ね、記憶に残るのが恵比寿での野村兼スカイラインの1コーナークラッシュ。なぜかあれがね、残ってますね。13年間 D1 を見続けてきたマナピーの忘れられない一本。野村健が遠いワン、どういう速度を、あの時のスカイラインのクラッシュ、野村健のクラッシュはね、かなり凍りつきました。一瞬喋るのもやはり間があったぐらいな記憶があります。多分ですね、あの時の野村健が非常に乗れていた、今回優勝するんじゃないかという気がしていたのにもかかわらずのクラッシュだったんでね。でその後が本当に痛々しい状態だった。どうしてもあの野村健の恵比寿のクラッシュが頭に残るナンバーワンなんです。自分的にやってもうたなっていう、クラッシュは実は、お台場川端痛恨の一発は小口との対戦。動き出しました、川端先行、後追い小口、前衛陣対決は刺さったところに止まりきれなかった小口が突っ込み、ピンボーン状態に。これもうこれ事故で普通使わないですよね、この車もう。自分がクラッシュして小口さんを巻き添えにしたっていうので、申し訳ない気持ちでいっぱいですね。直接謝りに行ったんで、あの後小口さんの家まで行きました。栃木まで行きましたよ、謝り、菓子折り持って、すいませんでしたって。いや、いいよ、全然いいよ、飲みに行こうって言われましたけどね。飲みに行きました。
級はこれぞ一番だと思うクラッシュは、これねちょっとね普通のクラッシュじゃなくてね縦回転入ってるからね、あれにはねちょっとね驚いたね。あとオンボードこんなことやってるからね、あいつね満点着地、あれはね実を言いますとあれのおかげでですね優勝した俺の写真が1枚も使われずビデオオプションになったと。マクオの美味しいところを全部持っていった松川の奇跡の大技。ここから一気に佐久間、そして松川が行った、自分が避けるの精一杯で自爆ってやつですね、勝手に流れてって、これはひどいなと思うぶつかり方をして、もう分かんなくて、もう自分は回ったことすら分かんなかったですね、はい。でまあいつもあの監督に怒鳴られるんですけど、まあ初めて大丈夫かって言われましたね。クラッシュした後するする、後悔するよ。なんか結構僕の場合はもう笑顔じゃない状態になってると思うんですよ、もうなんか周りもこうお客さんとかも見えてないし、もう肩落ちちゃってるんですよね。ナンバーワンクラッシュその2、あれは本当にこうね人の命が大丈夫かっていうぐらいの大きなクラッシュでしたが、やっぱりちゃんとレギュレーションでねロールゲージとかシートベルト、その他の安全装置が助けてくれたのかなと思います。さすがにねドライバーが大丈夫かと、もしかしたらドライバー怪我したんじゃないか死んじゃったんじゃないかってやっぱすごい心配になった、本当に凍りついた、クラッシュなので、あれがやっぱり印象としては一番深いですね。古くからの D1 ファンの皆様であれば脳裏に焼き付いているであろう衝撃的な結末。回転たどってその2本目ということになります。川端正の前、そして斉藤大吾が後ろから追い上げる。先ほどはオーバーテイク取りを見せた、さあ今度はどういうことになりますか。川端が見えてきてぴったりと斉藤大吾、うわークラッシュ、うわーものすごいクラッシュ、うわーとんでもない状態で2台が大クラッシュをしてしまいました。クラッシュは初めてだ、過去の D1 グランプリではありません。作り込まれた車に守られ、幸いにも大きな怪我はなかった。俺自分一人でぶつかってんのかなと思って降りてみて、川端さんのもすごいことになってて、これ偉いこっちゃとビビっちゃったんですけど、まあ、今だから笑い話ではないかもしれないけど喋れるんですけど、当時は結構ビビっちゃいましたね。はい、ナンバーワンクラッシュその3、マダムさん横に押してまっすぐドーンって言ってたんですよね。あれはね痛いと思いますよ。はい、これはですねそのままヘリコプターで福岡の病院まで運ばれるっていうね、 D1 初めてじゃないですかね、ヘリで病院まで連れていかれるっていうのは。イベントが始まる前の朝一番に事件は起きた。恒例のマナピー道場ニューマシンチェックの撮影のためコースに出たオリドスープラ、1周目を無難に終え迎えた2本目。
ストレート全開、200キロオーバーから振り出してケツができらず、逆に振られてそのままコンクリートへ一直線。二人して病院直行の大事件となった。そうですね、よくクラッシュした時はどういう気持ちですかって聞かれるんですが、本当にクラッシュする直前までのことを覚えてるんですね。でやっぱりこう、その後はこうぶつかるまでこうなるべくこう怪我をしないように耐えてるんですけども、やっぱりクラッシュした後は一瞬こう、ね、もしかしたらこれが夢だったらいいのにっていうことを考えます。その後やっぱりこう、ね、なんでクラッシュしたかっていうのを反省しないと積み木につながらないので、やっぱりいろんなことを考えますね。原因を考えて、なぜそうなってしまったのか、じゃあ次は同じような失敗をしないようにする、これはもう当たり前ですけど基本ですね。では選手が選ぶクラッシュキングは、やっぱり自分はね、松川ですかね。やっぱ松川だな。やはりこの人しか思いつかんと思うんですけど、折戸松川の理名。それはね、やっぱね、折戸さんですかね。クラッシュキングはやっぱりいつも見せてくる折戸先輩ですね、かっこいいと思います。ということで、圧倒的な支持を受け、折戸松川の両巨頭に決定。では最後にこの2トップのリプレイを見ているかのようなクラッシュの連続をお楽しみください。まずは折戸。うわもう何も言えません。イエス、期待通りの投げてきた。どうだ、投げてきた、いい飛び込む、手塚はイン締めちゃいけない。ここでどちらかというと当ててったというよりも、確かにここで山田幸、折戸が当てた、折戸が当てた、クラッシュ、折戸が当てた、拍手。マシンチェンジしたアリストの初走行でも、さあどうだ、ロング気味で勝ち取ったクラッシュ、今のクラッシュは、さあ今日のこの一本目のショット、第3の失敗した時の最高得点。いやあれ有利高っ、打ってくる、折戸が、折戸やっちゃった。次はね、再びスープラで、やばいやばいやばい、トップを狙ってくるかどうか、セーッと飛び込んできた、ギリギリ危ない、新車86でも勢いはそのまま。リーガル時代はシルビアに乗り、チームドルーピーに入ってからはレクサスに。全然ない。前見てないですよ。前側どうなってるか。2トップ夢の共演は当然のごとくこうなる。マシンが AE86 になり、一段とブレのないクラッシュっぷり。
かでしたか？選手たちの熱い走りが生み出したミラクルの数々。2014年もこれ以上のアグレッシブな走りに期待しよう。